バワークーとは、作家のホルヘルイス・ボルヘスが1957年に発表した、厳重辞典に登場する幻獣。アラビアンナイトを、バートン教が英語へ翻訳する際に加えた注釈に、シトールにある、勝利の塔に住むとある、としている。以下は、厳重辞典から、うかがわれるは、バワークーの伝承である。勝利の塔には、屋上のテラスへ通じる螺旋階段がある。 この塔の最下層には、あ、バオアクーが眠っており、螺旋階段を登り始める者が現れると目を覚ます。人間の影に、敏感なアバオアクーはその人間のかかとを捉えて、螺旋階段の外側をそのものに付き添って登って行く。透明であった、その姿は一段登ることに、色と輝きを増していき、最上段まで登ったとき、あ、バオアクーは完全な姿を表す。 しかし、勝利の塔を登り切った人間は涅槃に達することができると言われており、そうなれば、そのものはいかなる影も落とすことはない。つまり、あ、バオアクーはその人間を捉えて、最上段へ登ることはできない。完全な姿になれなかった後、バオアクーは苦痛にさいなまれ、色も輝きも体も衰えていく。まして、登っていた人間がかかとを返して下り始めれば、 バオアクーは、たちまち最下層まで転がり落ちて倒れ伏してしまう。かくしてアバオアクーは、勝利の塔の最下層で訪問者を待ち続けているので、ある。これまでに、ア、バオアクーが最上段まで登り切ったことは一度しか、ないと言われている。現重時点では、ア、バオアクーの特性として、身体全体で物を見ることができる。触れると、桃の皮のような手触りをした皮膚を持つ。 と伝えられている。インドのチトールにあるビジャイスタンバ1872年撮影。勝利の塔があるとされるチトールの所在については諸説ある。ありがとうございます。